僕は大学で4年間ビデオカメラを使って作品を作ってきた。しかし僕は今何を撮ればいいのか分からなくなっていた。名作と呼ばれる映画を見てもカメラを使って撮影をしても僕の心の虚しさは一向になくならないのだ。中島さん、僕慣れとったらいいんすかね。なんかいいんじゃない。どうすればいいの。話が思いつかないんだけどさ。漫画から漫画家になる。漫画を撮ったらいいじゃん。漫画撮っちゃう。それ1年の時やったな。漫画撮るの再現再現しよう。20世紀はお前撮る。俺は撮っちゃう。ドンキース僕はこれまで小6から高3まで好きだった女の子に失恋した思いを作品にすることで何とか形にすることができていた。それで作品を見る人の共感を得ることができていたと思う。しかし今僕の心の中にはその女の子に対する思いはなく、まるで幽霊のような存在しない相手への思いだけが残った。今はもう彼女の顔も思い出せない。橋の上で俺がタバコ吸ってっから、そこにイッチがこう来て、俺を殴ると。で最初俺のアップの絵、俺のアップの絵で、その後遠巻きになったらイッチが入ってきて、俺を殴るんだけど、まあ言わないけど先話言わないけど、あれイッチは俺にその妹を殺されてて、じゃあさ、あ、こっちだ、こっち来て、こっちで、そう、あれ、なんで書いてんだよ。書いてねえよ。じゃあさ、じゃあ、橋の外から来て。はい、橋の外。
から聞けるってところはふざけて、聞くのは真剣なんですけど。あ、わかる。マジでお前前やとかじゃなくて何演技をやってるんですか。あ、はい、なんかすごい映画を。あ、いや、ちゃんと撮るよ。撮ってるよ。で、どうすんだっけ。何言うの。そもそも、なぜ僕は映画を撮るのだろうか。最近気づいたのだが、僕はそんなに映画が好きじゃないらしい。それに、いつも自分を撮ってはいるが、どちらかというと自分が嫌いだ。なぜ僕は嫌いな映画で嫌いな自分を撮るのだろうか。そんな気持ちを言葉にできないから、映画を撮るというのが今の僕のその問いに対する答えであるような気がする。